世界をね、あのリードする研究をこれまでやってきたと非常にあのこ の, あのリストに反映されてますよね。タオさん、何なんですか、この伝統は。いや、これ、ね、本当はですね、日本人が学校でやっぱり物理学をたくさん勉強してたんですよ。ただ、それはちょっと今限り